はい、つもりでございます。高です。ちょっと夕松めきもおるやん。でね、減衰します、めちゃくちゃ。多分、田植えでしょうね。田植えで水抜いてだったんで、ちょっとこれは最近の中では変化としては大きそうなんで、ちょっとやってみます。で、1時間くらいですね。もう状況というか、時間的には。サクサクっと、まあ、ライトリーグ展開でとりあえず取っといて、最後ちょっと強めの、ものやって帰ろうかなと思います。とりあえずもうついてたんで、ライアーミノじゃないわ、魚のダウンショット、ちょっとこのブレイク際をやっていこうと思います。魚見えたんでね、普通に単純に密度が濃くなってるのでかいですね。狙える場所も増えてるし、地際もカバーっていうカバーがないところなんで、本当ね、普通にカバーがあるんだったらカバーがなくなるんで何も良くないですけど、ちょうどいいではないでしょうか。水質は緑系ですね。インレットも絡んでるし、おベイトもいる。おバスが30センチぐらいの 2、3匹います。これ釣れそうやな。全然ダメだわ。回遊系なんですけどね。スイミングに変えましょうか。ああ、なんかもう全然興味示さんな。何を食ってるんだろう。ベイトかな。全然ダメだわ。そこいるんですけどね、30センチぐらいのが。ということで、もう短時間なんでルアー変えていきましょう。イボークゼロ。強いなぁ、イボゼロじゃ微妙そう。ということで、もう一回ライトリング戻します。池角ですね。このストレッチでもイボゼロ流したいですね。ちょっとイボークゼロ行きましょうか。羽とかが良さそうだけどな。羽じゃこの風はちょっときついですね。キルはついてくるな。水が悪いわ。水があぶくってますね。池角インレット出てますね。ちょっとイボークゼロいけるか。うわ、やりすぎた。
貴重な一頭をダメにしました。こういうのがね、あかんすよね。ギルはいますね。バスはおらんすけど、まあ、ちょっと向こうまで歩きながら目で見て状況確認してみましょうか。イボゼロいけそうなんですけどね。おるわ、一匹おりますわ。気づいたかな。ちょっとレンジしたっすね。ほう、魚魚の反応が悪いな。これでちょっと毛色変えてみましょうか。もう見えないけど、魚はおらんくなったな。ちょっと先吸いましょうか。よし、食った。ういフォールでしたね。これはあげれるな。よいしょー、けー、1本目。これが効かないということではないんですね。 OK、 はい、魚魚。多分プレッシャーというか僕が見えてるから釣れないでしょうね。なるほど、 OK。 このままちょっとブラインド気味で、よし、じゃあ引き続きやってみましょう。プレッシャーかけちゃうんですね、やっぱ水質とこの足場の高さで魚の丸見えなんで。あライアーミノーが死んだ、マジか。あー、これきついな。ちぎれたのでいけるかな。取り替えるのが面倒なんで、これはこれでいけそうやな。ちょっと動き見てみようか。釣れそう釣れそう、全然大丈夫。むしろこっちの方が良かったりして、できれば先入れていきましょう。ラインにめっちゃベイトが絡んでくる。その周辺でかいやつおらんかな。なんか食ったけど、よし食った。お、これでかいぞ。よし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 、これがでかい。ライアミのボロボロだけどやっぱり あるね。ちょっと待ってよ。お、でかい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 、全然でかい。あー、キャ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 、おいで。
ベイトに紛れてた。キョキョキョキ。さあ、来い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 。ちょっと待って、ネットが伸びきらん。よし、オッケー、開いた。ヘラシの方も頑張れ、言ってくれ。よっしゃ、Aサイズやん。ライアーミの、おいいや、でかいわ。よっしゃ、取れました。ライアーミのボロボロ。釣れそうやなと思ったんで。オッケー、よし。42、3かな。40、もうちょいあるかな。ちょっと測ってみたりしますか。たまには。はい、ちょっと下向きやけど。はい。ああ、アフター系ですね。はい。もう40、ちょいぐらいかな。はい。はい、ダイヤミードのボロボロ。はい。釣れました。いいですね。いいサイズ。はい。じゃあ返してあげましょう。ありがとう。うい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 。あら、43か。43。OK。返してあげましょう。ありがとう。サンキュー。よかった。短時間で起きて。ありがとうね。返してあげましょう。はい、ありがとう。バイボーイ。しー、オッケー。はい、みんなね、釣れた状況ですけど、あそこ岩がね、リップアップ出てるんですよ。で、ベイトめっちゃいるんで、ベイトに絡ませながら、まあ、魚が多分そういうの食ってくるであろうやつが、そのステージしてたりとか、まあ、ちょっと夕方なんでね、フィーディングで入ってくるかなと思って、ずっとシェイクして、つまんで剥がして、つまんで剥がして、送り返して、コーンって持ってきました。ういもっとでかいの取りたいけど十分ということで、ちょっともう一本釣れたんで、ハードベイトでやりきりましょう。でも時間がない。まあでもライトリグ展開っぽいですね、今の魚見てると。あ、もう6時じゃ帰ろう。あー、もうちょっと釣りたいな。なんか状況良さそうなんで、ちょっと日を改めて、この減衰をちょっと取っときたいですね。はい、ではね、帰ろうと思います。あー、まあ1本取れて、所要時間何分、30分ぐらいですね多分。ちょっと時間なかったんで、まあ30分ぐらいで、ちょっとなんか良さそうだなと思ったんで、まあライアミのフラット魚ちぎれてましたけど、まあ、意外と動き良かったというか、ボディが生きてたんで、しっかり水動かしてくれるなっていう感じだったんで、まあそれは間違いじゃなかったかなと。あとギルがたくさんいて、ギルが持ってってくれてるのをうまく、まあ利用できたかなと思います。で、あと状況ですね、変化してたんで、それがプラスになってるかなという印象です。はい。もう帰ろうか、切りないわ。よし、じゃあそろそろ帰ろうと思います。でまた、どこかでお会いしましょう。はい、今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。バイバイ。